ちょっと待ってください。これマジですか？うわ、俺ちょっと勝手に進めないでくれ。マジで狂ってる。お目にかかっちゃったんだよにというわけでございまして、今日はですね、なんと、家ついてて A ですかを、楽屋でですね、今休憩を取られてる般若のカナダ君、般若のカナダ君っていうギャグでおなじみの、これもまあ全て誰も気づいてないですけど、その般若のカナダ君にいきなり家ついてていいですか、やってみます。ゴー。ありがとうございます。あれ、あ、見てますよ YouTube。 あ、ごめん、ありがとう。え、家行きますか？うわ、見てますよ。家ついてていいですか、知ってる？いや、知ってますよ、電気シリーズ。うわ、確かに。ほんまや。1時おるって知らんかったもん。今日1時出番やんな。はい、出番です。うわ、すみちゃんの家も行きたいな。でも家族おるやろ。家族もあります。家族を移すわけにいかんよ。いや、嫁はバンバン出てるんですけど、でもお子さんとかいらっしゃるから、そういうのやったら迷惑かかるかなと思ったんで、基本独身。あ、いいですか？ちょっと待ってください。ついてて。俺はちょっと待ってください。え、今日そのやつですか？うん。家ついてていいですか？え、マイクの。マジで？マジですか？ちょっと待ってください。え、これマジですか？うわ、俺。そうじゃん。俺ですか？行こう。マジで。行こう行こう。こんな感じなんや。ちょっと待って、こうさ、本当。ちょっと。行こう行こう行こう。マジ？スミちゃんがだってええこと言ってくれたもん。いや、俺まさかと思いますよ。あ、行こう行こう。はい、ソーシャルで、こんな感じなんや。ちょっと、喋らせてください、一度お話しさせてください。あとで、行こう行こう。行こう行こう。ちょっと、お願いします。お願いします。社長だ。社長してる？社長してる。この間、久保さんの家で。あ、そう、寝てた子。ちょっと久保さん、勘弁してください、本当に。一回話させてください。どうも、純チャンネル。さあ、というわけでカナダさん、はい、家ついててええですかということで来ました。いや、本当にありがとう。いろんなものを見たいんです。いや、ちょっと待ってください。歯磨き粉、柔軟剤、香水、 いろんなもの。マジでちょっといいですか？いや、本当すみません。最悪出た。いや、本当に一回ちょっと家行っていいですか？僕が。うわ、やった、これもう。いや、ちょっとね、マジで一回僕一人で行っていいですか？ちょ、ほんまにすぐ来てよ。いや、すぐ来ます。本当にちょっと一回いろいろあるんで、僕も。すみません。はい、いいですか？いや、任せるけど。ちょっと待っといてください。いいよ。すみません。言うの忘れてました、視聴者の皆様。般若カナダさん、むちゃくちゃ潔癖症なんですよ。だからスタッフとか河本さん信用してないんですよ。コロナが来る前から彼、毎日手洗いうがいしっかりして、しかも自分のカバンの中にはマイ除菌、ほんでアルコール消毒全部持ってんすよ。これ別に関係なく、あの方と知り合ってから彼ずーっと綺麗好きなんです。お鍋4人で行きます。まず彼が食べれる分だけ先によそってから食べるんですよ。これ本当なんです。なので彼は今ものすごい綺麗なところを自分の中でも見せたいのと、マジでスタッフの人と河本さんに本当は入ってきてほしくないっていう、その2点で急に出ていく、これがたまらない。だから嫌だったんです。私こういうこともあるかなと思って、私今日実はカナダさんのために靴下、1回も履いてない靴下も履いてきたんですよ。それも言う間もなく彼は先に一人で行っちゃいました。なんで私が綺麗にしてきたということを彼に伝えられることができなかったんだろう。そこが非常に残念で仕方がない。むちゃくちゃ家住んどる。しかもどんだけ頑張った般若。お待たせしました。いや、やっと来た。やっと来てくれた。綺麗になって。ハイタッコとソフラン、これです。これがソフランで、あとこれ歯磨き粉がルーメディカシャインホワイトです。これ分かりますかね。もうやってくれてんな、おい。なんですか？ここ？いや、でも見たいって言われたんで。いや、いいえ、ここ？はい、ここ？いや、ここです。いやいや、そんな人おる？信じられん。初めての出来事すぎて。いや、本当すみません。冗談向けてこいつ狂ってるよ。マジで狂ってる。
本当に先輩こんだけ頼んだのに家入れてくれへん。マジの潔癖症狂ってるよ。とすいません。え、なんで信用できないの？はい、ルーメディカ社員ホワイト。ちょっと勝手に進めないでくれる。あとソフランのこのね。じゃ展開が早いんだよ、はい、柔軟剤まで行くところの。はい。歯磨き粉でもうちょっと行けよ。あ、本当です。あと普通になんかもしよかったらヤクルト1000。なんだこれそれ急に。匂いのあるやつが欲しいんだこっちは。いや、どうぞどうぞ。スタッフさんの分も全部、はい、どうぞどうぞ。ヤクルト1000、はい、はい、これヤクルト1000じゃないんで求めてんの。胃腸にすごくいいんで。胃腸にいいじゃない。何やってくれたんだよこいつ、はい、ソフラン。じゃソフランじゃなくて、はい、ここここを。いやそれすなって、ハンニャのお箱。ハンニャのお箱なんか見たくないのよ。ここそれすなって、その顔と、そのズグダンの前のやつ、はい、そんなんじゃない、家でゆっくりしたいんだよ。すいません本当にね、ガチで言うとちょっと本当引っ越ししたてなんですよ。いや綺麗じゃん。じゃあ、いやでも本当綺麗どころじゃなくて、あの段ボール今入れた状態なんで、綺麗とかそういうレベルじゃないんですよ。段ボールが山積みなんかい、はい、だから本当に部屋とかいう問題じゃないんです。だよ綺麗好きだな。いやいや俺ね、はい、付き合い長いじゃん。いや長いんですけど、いやどうせだったらしっかりしたところ見ていただきたいなっていうことで、いやもちろんその、お客様用というか、うん、ちょっとスリッパもねちょっと今日用意がないんで、なのでこれ本当にねえ、はい、これメディカル。いやここ、うん、いやいい、そんなインサート撮るな。いい、子供がキャッキャ言うとるぞ外で。おい気にならんのか、子供がキャッキャ言うてんの。いい、後ろに黒みをして歯磨き粉が映えるようにすな。俺に丸隠れやねん。まず主役隠してんねん。見せて。ほんまにこれ、これ本当です。ほんまこれ、はい、ルーメディカ社員ホワイトだって。これマジ、俺最初ハンドクリームかなと思ったら、いやこれなんか植物性のやつなんです。好きだな、そういうの。あ、やっぱりこれいいですよね。はい、何がいいのこれ。これだからなんでこれにしたの。要は削るホワイトニングとかって削るとかじゃなくて、うん、その研磨剤が入ってなくて。あら、そうなの。はい、要は、植物性の油でその汚れを浮かせて、さらにコーティングもしてくれるという。あ、普通のやつだったらちょっと研磨じゃん、研磨がこう入ってっていうのあるじゃん、はい、これはそれじゃないの。全く入ってないんです。で白くなるの。はい、コーティングしてくれてっていう。あ、どっちかというとこれ口臭とか歯肉炎、はい、歯周病よりもちょっと歯をきれいに見せるというように特化した方。あ、でも全部全体ですよね。あ、ほんまや、書いてあった。歯周炎も歯肉炎の予防もできる、はい、しかもこれ製造元が大阪市、俺の知ってる場所だった。これね、ソフライこの色なんですけど、フルーティーグリーンアロマの香り。あー出た、これ結構人気あんだよ。これただ最初使ってみて、で全種類使ったらオレンジのやつが一番いい匂いだったんですよ。あ、これ全種類行ってみた。行ってみた。すごいなお前。だからオレンジいいなと思って、で今オレンジ使ってるんですけど、うんうん、ちょうどオレンジが切れてたんでこれにしたんですけど、でもソフランシリーズはもう僕ずっとです。ずっとソフラン。はい、その中でも一押しはグリーンじゃなくて実はオレンジ。オレンジです。オレンジの匂い、あのみかんの、はい、あのオレンジ、そういう匂いではないですね。どういう匂いでいくとどれに近い、オレンジタイプは。オレンジはザ・ソフランみたいな、ソフランの化身みたいな匂いですね。ソフランの化身、はい、ソフランというボワーッと出てきて、はい、そんなの編集でできへんで。ここで200万出せよじゃあそしたらソフランの化身が、ね、ソフランの化身です。オレンジの匂いだよ。トマト。あと、あ、来た。匂いもんで言ったら香水ですわ。これこれもう学生時代からもうずっとです。ウルトラマリン。あー、これはいい匂い。これ俺もつけてた。これはいいですよね。これええ匂いする。女の子に人気あってん。あ、そうなんですか。うん、付き合ってた女の子とかがウルトラマリンつけてって言ってたもん。ちょっとこうシュッとこう上に、はい、バッて向こう行くね。家じゃないからここそれやるの。ここちょ、ほんまパキとか言わすなって。ここ枝がパキって言うてんねんて、はい、びっくりしました。だからここじゃない方がいいんだよここじゃない。全部邪魔が入るの、はい、子供がバッ走る、おっさんがずっと見る。いやすげえ、はい、ヘリも飛ぶし、本当なら一回止めますなんだぞ。そうですよね。家じゃないから。はい。だからここそれ。ここですよ。本当に本当にここ。本当ごめんなさい。すみません。本当に今引っ越ししたてなんで、本当ちゃんとした時に紹介させてください。いや、ちゃんと紹介してよ、はい、マジで。俺たち本当初めての経験で困惑してんのよ。すみません。家ついてていいですかって全員家の中でやってたんだから。はい。見てましたずっと。うん、はい、ずっと見てますよ。もう社長がね、久保さんの
あのベッドで、いやいや飲み方独特ですね、結構。あ、そんな飲み方するタイプなんですね、うん、一気にこういっちゃうタイプですか。線を入れとかな、100ずつ入れたくないのよ。これもあの線やから。だからこういうふうに軌道を開けて、線1回胃にダンって。なるほど。で500ちょで500胃に残してる。外で遊べんのこれ限界やで、ほんまに。飲み方とかもそれぐらいしか浮かばんかった俺。トマト純キャンネル、ありがとうございます。ありがとうございました。ヤクルトで乾杯しますか。あ、もう飲んじゃったんですけど。もう2000いきますか。いや2000無理、2000入んない。2000いかないですか。まだもう一本ある。いやいや絶対にお腹下す2000は。あ、本当ですか、うん、俺は1000で十分。ありがとうございます。今ここでここ全部騒音なんだよ。すいません。おい、だからの回全部騒音だぜ。すいません、本当にお前が一番声聞いちゃう。本当ですね。ちょっと足りないですよ、ボリュームが。前で飲みなよ。じゃあすいません。もう俺ら距離を保たないと。いやいや、もっと前、もっと前、もっと前、ここ、もっともっともっと前。何やねん。もう本当に一体何がしたいんだよ。クラッシャーなの。鼻から出ました全部。なんで鼻に線入れちゃうのよ。糸腸に線入れなきゃ。なんで自然に800返したの。あー、線に溺れました本当一瞬。いや秋川さんかも。いやすごかった。やっぱりこれは800こぼしてんねんで。でも800ちょっとこぼれちゃいましたね。土に800いってるよ。まだもう一本あるんで、もう800は後でちょっとチャージします。セスナが飛んだ今度は。ここすごいですよ、逆に日本一うるさい場所じゃないですか。本当にどこを撮影場所にしてんだよ。もうあかん、これはもう絶対に次家でゆっくりした時にまたちょっとほんまに行きますわ。お願いします。お願いします。ありがとうございました。すいませんでした。鼻に本当に入っちゃって。何やってんの。本当に一気に入れると喉が開かなくてそのままこう。いや土に1000のうち800はもう一回持てるよこれ。いやーやばかった。ガバーじゃないんだよ本当に。ダーカナダーカナ本当まずいよ。ダーカナまずいだけやめてください。いや本当にダーカナまずいんだよ。どうする。ここだけ結構生えてきたら。わーってちょっと怖いですね。でこれがなるんだろまた、はい、ミニでこれをもいで。でまた飲めるんだよここで。確かここで生まれてくるんですね、うん、こうなってる。あ、こんなプラスチック製でこうなって、でこれをまたこうやったらもげるんだよ。でこれを、ね、いやマジで。すごいパワー持ってますからこのヤクルト1000は。ここからなんか本当入ったらすごいですよ。何をやってんの。本当に全員だよ。なんでヤクルト。はい、どうしてヤクルト。僕ヤクルト好きなんです。定期購読。あの毎週。あ、購読じゃない、あの定期購読。僕はもう毎週あのヤクルトおばさんが。あ、ほんまに。届けてくる。はい、もう3年ぐらい。ヤクルト。はい。え、1日1本なの。1日1本絶対飲みます。えで、ヤクルト400は最高だった。最近1000出た。めっちゃいいやつ、はい、めっちゃいいやつですね。めっちゃいいやつ。これいいんだ。キャスも結構高いですよ、ね、そうです。でも1000もね、このボリュームもでかくなって1年飲んだら何本なの。1日1000飲んで365日で、1日1000飲んだら合計何本なんでしょ。いやでもこれ自体は、でもこれ1000になってちょっと高いですよね。1、10、100、1000、まあ、10万36万50005000。これ1000何なの。その単位、単位はヤクルト1000、ヤクルトです。1000ヤクルト。はい。1ヤクルトが何なの。1ヤクルトは何なの。1ヤクルトはだから他のに代用聞かない。1ヤクルトはあの10ビフィーズスくらいじゃないですか。あ、10ビフィーズスで換算せなかった、はい、1が。いや分からないです。でもこれ白高ぶっていうのは入ってる。白高ぶ、はい、これがもうすごいらしいです。今たんからもあのやっぱりその線がほらちゃんと書いてあるじゃん。線って千億個のことだから。え、L カゼ YIT9029 が1000億個だって。あれ、どうしました。じゃあ馴染みある場所で作る。
場所そんな感じです。いや、製造所、元の岡山県の分けに。本当だ。俺の友達がめ一番多いとこ。分け君。分けヤクルト工場で作ってたこれ。だからこうご縁があったわけですよね。ほんまや、分け君、分け長や。いや、ほんまや、すげえ。しかもこれ、あれですよ。一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげ、また睡眠の質、高めるんや。深さを高める機能があります。あ、これいい。これ本当にいいんですよ。あ、俺もこれちょっと定期購入してみる、はい、ネットで普通に住所を打ち込めばいけますよ。あ、これええこと聞いたわ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter でいろいろな情報を通知しています。次の動画もおめえらが見ねえわけがねえ。オレンジの匂いだよ。